アヤナリゾートです。皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ドイバリガチャタのドイちゃんです。今ですね、アヤナリゾートにいます。今はここでお迎えに来ております。で、これからウブドの方に、観光して沐浴も、しに行きます。ぜひ最後までこの動画を見てチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、こちらがアヤナリゾートですね。ジンバランの方にあるアヤナリゾートです。もうこの方が、まあ、正面は海ですね。すごく綺麗なホテルですよ。まあ、こちらがロビーのエリアですね。ロビーはこちらです。まあ、ここで待ち合わせしてるんですけどね、いつも。部屋は向こうの方になりますね。皆さん、こちらのホテルでお泊まりしたらどうでしょうか。まあ、最高なんですよ。ジンバラにあるアヤナリゾートです。アヤナリゾートは綺麗ですね。最高です。わあ、素敵なパリ人です。サマパギはい、入りました。これからウブドに沐浴しますね。じゃあレッツゴー。似合ってます。すごいです。チェックアウトしましたんだね。はい、出発します。ウブドの方に向かっております。まあ、だいたい1時間ちょいぐらいですね。はい、渋滞がないと1時間、渋滞があったらもっと、はい。まあ、この時間はだいたい朝仕事行く時間だから、まあ、多分渋滞かもしれないです。はい、
です。かなり遠いですよ。そうですね。まあ、ここから金玉に高原はもう近いわけですね。はい。プラモネニンっていうところでございます。こんな感じ、すごいでしょ。到着しました。これから中の方に入りましょう。世界遺産だよ。はい、World Heritage 世界遺産です。ユネスコの、ここも一応世界遺産なので。はい。スワスティアスト。はい、場所は下の方になります。すごい似合ってます。でっかい木です。です。こちらがマルカットの場所です。マルカットというのが沐浴ですね。水がきれいです。はい、皆さん、ここがモグニンジンという、沐浴スポットでございます。ここも沐浴するとめっちゃ気持ちいいなんですよ。最高。水がめっちゃきれい。で、向こうになります。向こうの方です。沐浴が、人がいっぱい。まあ、これぐらいだったら少ない。はい、まずここでお祈りします。Thank you.
い、今お祈り終わったとこです。これから水の中に入ります。もう全部どっちでも。そうです。そのままそこにお供え物してから。そうです。まあここからなんですけどね。お供え物してで。そっち、どっちでも順番なし、ここは。奥のところ。そうです。お祈りすればいいです。そうです。はい。はい、後で隣。はい。はい、皆さん、ですね、沐浴の体験をしたい方々は、ぜひ、道井バリカーチャーターに参加して、ここまで連れてくることができます。僕らはですね、バリ島で、観光ガイド、カーチャーター兼ドライバーをやっているので、ご予約はですね、下の概要欄にチェックしてみてください。日本語で対応するので、いろんなところでですね、観光、沐浴、レストラン、どこでも案内してます。はい、最後までこの動画をぜひ見てください。どうですか？寒い？最高、気持ちよかったです。すっきりします。また隣のところにも行きます。隣のところ行きます。ここです。どっちからでも。はい、ここがですね、聖なる水のところで、自然の中です。ほら、すごいですね。気持ちいいです。気持ちいいですよ。こちらで沐浴すると水がめちゃくちゃ綺麗なので、まあ、エネルギー、ポジティブなエネルギーもついている、聖なる水でございます。でこちらで沐浴するとストレスが発散します。
はい、沐浴終わりました。すごい気持ちすっきりしました。どうですか？最高です。最高、よかった。まあ冷たいっていうか、入ったらそんなにね、冷たかったね、うん。